ノーフォーク島、ノーフォーク島、ノーフォーク島、ノーフォークアイランドは、太平洋にある、オーストラリア領の島。オーストラリアとニューカレドニアとニュージーランドの間に、位置し、オーストラリアの東、南位29度02分、統計167度57分に位置する。面積 34.6km、人口2,210人、2014年。首都はキングストン。 ノーフォーク島の最初の居住者は、バナナの木と石器を持ち込んで12世紀に住み着いた東、ポリネシア系の人々であった。彼らは、ある程度の期間居住したが、クックの発見までにいなくなった。いつどういう事情で退いたか、あるいは退去したかは不明である。1774年に、ジェームズ・クックが発見し、ノーフォーク公爵の名にちなんでノーフォーク島と命名した。 クックが上陸した時、島は無人だった。クックらは岸辺にマが密生し、内陸にノーフォーク松が覆っているのを見て、この島が海軍の資材補給地として有望だと考えた。報告を受けたイギリスは、本国から遠く離れた船舶に資材を供給する拠点としてノーフォーク島に期待をかけた。マオリ人の抵抗が見られたニュージーランドと異なり、無人であることも良かった。 本国政府は、このような敵地を他の列強に占領されると厄介なので、オーストラリア植民のついでに先手を打って、抑えてしまおうと考えていた。かくて1788年に、ポートジャクソンから囚人が移送され、オーストラリアのニューサウスウェールズと共に、イギリスの流刑植民地となった。人口は1788年4月に23人だったが、 1794年7月には1149人、うち囚人は443人に達した。だが、あまと見えたのは、別種のマオランで、品質面で劣った。ノーフォーク松は、船舶のマストに向かないことが判明した。かつ、天然の良好を欠き、港湾施設は、不備なままで、植民地としての将来は暗かった。人口は1804年から次第に減少し、 1814年に放棄された。1825年に再開され1856年までに流刑地として存続し続けた。オーストラリアが流刑地で亡くなるに従いノーフォーク島も流刑地で亡くなり、1856年にバウンティ号の反乱者の子孫194人がピトアン島から移り住み、それ以来ピトケアン島民がノーフォーク島の主要な定住者となった。 オーストラリア本土から島への移民は第二次世界大戦後に増加した。1913年にニューサウスウェールズ州に代わってオーストラリア連邦政府が管理する特別地域になり、1979年にはノーフォーク島法により立法評議会が設立された。2015年5月12日にオーストラリアの会員によりノーフォーク島の立法評議会の廃止が採決され、 2016年7月にノーフォーク島の自治法は廃止された。1979年以来ノーフォーク島法により立法評議会がある。住民は島の独自性を保つことを望んでおり、オーストラリア政府との間には簡単に行かないところがある。1991年にはオーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州の一部になることを拒否した。しかし、 オーストラリアの会員は2015年5月12日にノーフォーク等の立法評議会側の意向を無視する形でノーフォーク等の自治法案の廃止を強行採決で可決した。これはノーフォーク等の行政サービスなどが貧弱だとの理由でノーフォーク等の独自の立法、行政権を廃止しニューサウスウェールズ州の法律が適用される一般の地方自治体に置き換える法案である。 廃止となったノーフォーク島の立法評議会に代わり、ノーフォーク島の行政の管理権は、オーストラリア総督が任命した行政官が行うこととなった。ノーフォーク島の行政の長は2017年4月1日に就任したエリック・ハッチンソンである。しかし、ノーフォーク島民の約70%近くが、現状維持の島独自の自治権を持つことを望んでおり、 島民の発言権を無視した行為だと、オーストラリア政府に反発している。島民は、オーストラリア政府に対して、自治権を残すことを要求し、大規模な抗議デモが行われ2015年に、ノーフォーク島の自治権を守る、ノーフォークアイランドピープルフォアデモクラシという団体が、国連に対しノーフォーク島を国際連合、非自治地域リストに登録するように求めている。また、 島民の一部ではオーストラリアからの独立を主張する声があり、2013年に当時、ノーフォーク島の議会議長兼主席大臣だったリーズ・スネル氏は、ノーフォーク島は単独で生き残ることができると主張。ピトケアン島のバウンティー号の反乱者の末裔でもある、スネル氏は、ノーフォーク島とピトケアン島の人々は、自分自身の自己決意として、権利を持っていると、ラジオオーストラリアで語り、 オーストラリアとの将来の関係は明白ではなかったと、オーストラリアからの独立を主張していた。また、ノーフォーク島の元首相で、ノーフォークアイランドピープルフォアデモクラシーの代表、アンドレノブスは2017年8月に、ノーフォーク島はオーストラリアより、ニュージーインドとの関係性が強いとして、ニュージーランドの領土として、自由連合のクック諸島やニューエのような関係を、築いた方が良いと主張し、 国連で主張するとしている。太平洋に位置する火山性の島で、オーストラリアの東、ノーフォーク島は、南位29度02分、統計167度57分に位置し、ニュージーランドの北島からもオーストラリア本土より近く、ニューカレドニアの南に位置する。約 6km 南のフィリップ島、1km 南のネピアン島、および岩礁からなる小さな群島の首都である。 ノーフォーク島以外は現在無人でノーフォーク島の国立公園の一部になっている。島の北部は標高の低い山地で最高地点のベーツ山318メートルとピット山316メートルがある。島の南部は標高の低い緑豊かな丘がほとんどで牧草が多い。ノーフォーク松、別名パインツリーという島の特産の松が島の あちらこちらに生い茂る。主な町は、島の南海岸の湾に、首都のキングストン、キングストンで人口の大半はここに集中している。あとは、南西の空港近くの湾に、ロッキーポイント、ロッキーポイントと、ロングリッチ、ロングリッチ、島の中央部に、バーントパイン、バーントパインと、ミドルゲート、ミドルゲート、北西のアンソン湾にアンソンベ、アンソン米、アンソン米、 東にスティールスポイント、スティールズポイント、ビット山近くの北西のカスケード湾にカスケード、キャスケードなどの集落の村々がある。島の生活水準は高い。観光が盛んで1970年代から観光業が重要な産業になっており、観光客が急増している。これに従い労働市場が開拓された。観光客の増加により、 人口は1961年の844人から年々増加している。主作物には、柑橘類、コーヒー、バナナなどで、果物や野菜の輸入は禁止され現地で栽培されている。牛の落農、畜産も行われており、牛肉は地元産で輸入されている。ワインの生産も行われツーチムニーズワインは、ノーフォーク島を代表するワイナリーである。 1956年には捕鯨の基地が島に作られたが、1962年以降は休止している。島の経済活動はこれまでオーストラリア政府に頼らず、ノーホーク島の自治政府が独自に管理していってきた。島の生活水準は基本的に高いものの、ここ何年かは島の財政難を抱えており、2016年7月の自治政府廃止後は、 オーストラリア政府が島の経済の管理を行う。島の西にノーフォーク島空港があり、シドニーからの直行便がある。住民はピトケアン島から来たバウンティ号の反乱者の末裔、イギリス人スイフとポリネシア人の根血と、オーストラリアとニュージーランドから来た白人などである。言葉は公用語が英語だが、ノーフォーク語、イギリス西部地方の英語とゲール語と、 現地語である、ポリネシア語の根性言語を話す。宗教は、キリスト教がほとんどである。ノーフォーク島といえば、パインツリーとも言われる、ノーフォーク松、ノーフォーク松が有名である、オーストラリアやハーイのラナイ島などにも見られるが、原産地は、ここ、ノーフォーク島であり、島のあちらこちらでこの松が見られるし、ノーフォーク島の旗にも描かれている。クックは、ノーフォーク島に来た時、 丈夫で大きく見事なこの松に感心して、ノーフォーク松で新しいマストを作って、エンデバー号の壊れたマストに変え、再び航海に出た。ノーフォーク松は現在、塔の重要な輸出材でもある。島の首都キングストーンは、流ーケ時、ジャッキー・ジャッキーやオーストラリアで有名なアウトローネット、ケリーの息子ジョン・レッド・ケリーら犯罪者は、ノーフォーク島に送られているとして転し、 イギリスの南太平洋の植民地では、オーストラリアのシドニーに続いて2番目に古い植民地だった。オーストラリアの女性作家コーリン・マカラックは、ノーフォーク島に魅せられて、ノーフォーク島に移り住んでいる。ノーフォーク島には、以下の鳥類が固有種として生息している。人間の諸活動や外来種のために生息数が激減し、絶滅したり、絶滅が危惧されている種類がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。